小室さんに苦言を呈しております。まあ、これ山下さんなんですけども、まあ、山下さんも小室さんの見方な気がしますが専門家問題が全て片付くわけではないですよと、まあ、その通りですよ法ム大学の入学の、えー、不正の件に関してはですね片付かないですから、ね、で法ムの入学要件に LSAC っていうですね、方法もあるんですが小室さん LSAC を使ってないと思います LSAC ならば、間違いなく小室さんは学位を満たしないからです。LSAC っていうのは独立した機関ですから、まあそこに忖度を入れるのって、まあ、かなり厳しいと思うんです。フォーダムにはですね、2種類あるんです。入り方が。LSAC を使うか、直接にレジュメン起こるか、どっちかなんです。多分直接だと思います。うん、で、10月21日、小室圭さんが、アメリカ・ニューヨーク州の司法試験に合格した。弁護士として、夫として今後の生活はどうなるんでしょうかと。そして、お二人での一時刻はあるんでしょうかと。 ニューヨーク州の弁護士資格を持つ国際弁護士の清原さんと元区内庁職員で皇室ジャーナリストの山下さんが解説すると。清原さんまたドリルみたいに手のひら返してるんですか渡 <laughs> 米から4年3度目の挑戦で掴み取った弁護士資格と2人の結婚から約1年ついに小室さんがニューヨーク州の司法試験に合格で10月21日合格発表があった今回の試験は9600人余りが受験し全体の合格率は66%でしたと。 現在、小室さん大手法律事務所で事務職員として勤務していると。大手って言いますけどもね、うん、年間大体3億ドルぐらいですかね、売り上げが。日本に比べたら人口もね、多いですし、弁護士の数も多いですから、そんだけ雇える人間は多いですから、まあ訴訟の数も多いですし、まあ額は違いますからね、誹謗中傷だけでですね、結構取れますからね、アメリカの場合は。猫、ね、を電子レンジに入れてかなり賠償金取ったみたいな話もありますし、むちゃくちゃなんです。 結構取れるんですよ。売り上げは自然的に大きくなるんじゃないですかパイが大きいですからね。人数も多いですし。小室さんの場合は働きながら仕事を受けなくてはなりませんから、日本みたいに旧司法試験だと完全に資格取った人があの幅を利かせられるというかやりやすい感じですけど、アメリカってそうではないんです。アメリカは資格取っただけだとダメなんです。実力がいると。うん、小室さんの道っていうのはそんな安定したもんではないと思います。 仮に弁護士になったとしてもね余計に大変だったんでしょうかと小室さん事務員ですけど普通の事務員より高めの給料をもらってる可能性がありますと高めの給料をもらうということはたくさん働きということですから働いてないですよ余計に働く時間があって、えー、受験勉強がなかなかできない、うんえー、環境の中で受かったというのは 本当に素晴らしいと思いますと、手のひら返しをされるというわけです。ねえ、殴ってやりたいですよって言ってたでどこ行ったんですかで、小室さんの将来のプランはわかりませんが、マコさんが海外での生活を希望されて、ニューヨーク州の司法試験に臨まれたということになると、本当に頑張られたなという印象ですと。電子版には、え知人がこう証言しますから、小室夫妻の知人が。まあ、仕事しながらね、うん、勉強して何か受かればいいや、みたいな。<laughs> そんな楽な感じなんですよ、まあ。努力の過程も全然報道されてないですし。 相当なプレッシャーがあったんではないかと。えー、小室の精神力というのは尋常じゃないというかタフというか、うん、以前から一般の日本人が持っているような価値観とは違うと私は思っていますと。<laughs> 好きな言葉はレッドイットビートをおっしゃっていて、我が道を行くというか、ほっといてくれと <laughs> いう意味合いでしょうけど、それを考えますと我々が思うようなプレッシャーというのは感じておられなかったのかなと。鈍感力ですかね。 小室さんのお母さんの件など一連の騒動を含めてタフであるということでしょうかと。うん、えこれミヤニアですかね。週刊誌でいろいろ書かれていた時は小室さんが潰れてしまうんではないかという心配をしていたんですが、そういうこともなくて、この人は相当精神力が強い人だというのはずっと思ってましたので、今回のこともそういう強い精神力でなせる技だと思いました。まあそれはやっぱり母さんのもとで育ったから、うん、それは精神力強くなりますよ。というか、まあ鈍感になりますよね。小室さんは今後、 先生セレモニューヨーク州では弁護士バッジではなくカードなんですねと日本ではバッジをお金を払って買うんですがアメリカはこういうバッジはありませんよと、まあ、そんぐらい、うん、なりやすい職業なんでしょうねカードも自分から欲しいと言わないともらえないですと 証明書がないとクライアントの人たちも本当に弁護士ですかと。ならんじゃないですかと。ミュージページ見ればわかりますから、嘘をつけないと思いますね。と。これはホームページが楽しみですね。まだノーインデックス貼ってますからね。えー、合格した人間をそんな隠す必要があるんですか見せたらどうですかねえ、いやましいことでもあるんですかなんで、まあ日本国内にい見える人は、 VPN を通して見ないといけないんですかなんでクラウドフレアで日本の IP だけにバンしてるんですかおかしいと思いますよ。これから日本の案件を取っていくかどうかは知りませんけども、小室さんのね、アピールじゃないですか。K は日本が堪能ですって。日本に向けてのアピールなんじゃないんですか所属事務所の写真も新しくなっていたと。この新しい写真は多分みんなで新卒と一緒に撮った写真だと思います。 事務所としては、たとえばこう、今回も不合格であって、事務所一員として受け入れてますよ、と。結果がどうであれ事務員として評価しているから、今後も働いてくださいねって言ってるのと一緒ですよね、と。まあそういう意味合いもあるかもしれないですね。まあそれはでも忖度だと思いますが、うん。まあついでに取られたぐらいだと思いますよ、でも。ノーインデックス、まだついてますからね。これが消えるタイミングは、私は楽しみにしてるわけですが、一生消えることはあるんでしょうか。で、小村さん試験合格、エイミアサインお気持ちは、と。小村さんが合格したことを受け、区内庁関係者はね、エイミア5歳についてホッと されてていいいるるとととと思うと私たちも嬉ししコメントしているとこれについて山下さんは小室さんとマカさんの目標が達成され今後の生活設計が立てられることにホッとされていると思うとまだホッとしないでいただきたいあなたに対する疑惑が消えてないんです何一つ。 しかし、もともと小室さんがニューヨーク市の弁護士になることが結婚条件ではなかったと。弁護士になったことでわだかまりがなくなるとは思えない。お二人が今後も安定した生活を続けることが大事。ここがスタートラインではないかとしていると。小室さんが弁護士になったから、はい、OK というわけにはいかないと。エ明ミア殿下はもともと小室さんが弁護士でて、ないから、同性のゲイはできないとおっしゃってたわけではないですし、それまでの様々な事柄に対する対応によって、殿下は不信感を持たれて、それによって国民も不信感を持っていったと。 そういったところに問題がありますから、弁護士の試験に合格したからといって、そういった問題が全て片付くということはありえないわけであると。その不信感はですね、解消されることはないでしょうね。もっと言うならば、疑惑解消されることはないですよ。今後のお二人の生活ぶりで時間をかけて、両殿下や国民のご理解を得るんだと思も無理ですよ。弁護士の試験に合格された生活設計も立てやすくなるでしょうから、えー、そういう点では、エイミア殿下にとっては、会員娘でからやはりホッとされているとは思いますと。 ニューヨーク中の一般的なホーム事務員の年収は約900万円実用150円ですがニューヨークの大手法律事務所の新人弁護士の年収は3000万円と年収は3倍以上でアップするとしかしこれを日本の年収と一緒のように見てもしゃあないわけですよ 小村さんが3000万円を獲得できるようには私は思えないしかし清原弁護士によると弁護士は個人事業主でノルマに対する報酬最初から効率よく働くことはほぼ不可能で新人弁護士は1日16から24時間働くこともあるとまあ3000万をですねゲットするには事務所を儲けさせないといけないわけですね少なからず6000万とか1億とかで事務所を儲けさせないといけないわけですよそんな訴訟できます企業法務担当とかいろいろあると思いますけどもまあ投資単位だとまあ結構儲かりそうですけどね 結果を残せなければ1、2年で解雇もらえると。5年後に年収1億を目指し、人脈をフル活用すべき。と<う>。弁護士事務所に入っても個人事業主になるんです。そうなんですね。業務委託なんですね、じゃあ。個人事業主ですから、ノルマを達成することによって報酬をもらえるということになると。うん、ベテラン弁護士であれば1日8時間労働で達成できるノルマであっても、1年目の弁護士はそんなにテキバキできませんから2倍。 時に3倍、1日16時間とかもっとかかると思いますと。まあ、アメリカとはいえ、まあ、すぐ切っちゃうと、育成コストがかかっちゃうわけじゃないですか。入れ替えのコストってかかるわけですから、簡単には切らないかもしれませんが、この個人事業の意思になって、あ、こいつはもうダメやと思ったら、まあ、スパッと切るでしょ。もうどうしようもないと。お客さんも引っ張ってこないし、いくらも稼いでこないし、ね、こいつにお金を払うことは無理やと。で、パッと切るんじゃないですか。 個人事業主やったら、まあ、その報酬体験によりますけど、その月額で与えられているのか、その部合制なのかね、どっちかわかりませんけどもね、部合みたいな感じなんですかね。半分部合とかってなると、小室さんはこれから茨の道を歩むことなんでしょう。まあ、仮に弁護士になれたらの話ですけど、ノロマを達成するかどうかが、事務所からの弁護士としての評価になりますと、C&F で引っかかる可能性が非常に高いと、まあ、そういうふうに思いますが、契約を切れることになりますが、逆にノロマを達成したいすれば、なぜ弁護士になったら前提なんでしょうか あとは自由時間だし、それ以上稼いでもいいわけですと。皇室利用なんて言うと日本では批判されることもありますけど、アメリカ・ニューヨークでは王室とか王族といってお客さんにメディアするというのは当たり前のことですと。うん、まあ使えるものは何でも使えると。うん、まあでも下品ですよね。小室さんも皇室関係者としてえ。というかそれダメですからね。皇族の、まあ、いわゆる無形の財産を彼は、ね、ビジネス使ってるわけじゃないですか。それって無形の財産の移動なんじゃないですか。それ注意しないと。 仕事を取れる新しいお客さんを引っ張っていくことができるんであれば、キョウランさんそれはまずいんじゃないですかそういうことを言っちゃうと、ノルマ以上に稼ぎますから、お客さんがたくさんつけば5年後には年収1億の収入を超えることは十分可能だと思いますみたいなまた高桁を吐かしてるわけです。無理ですって。<laughs> 無理だって。ね。受け入れられていくとは思えないですけどね。 まあ、このさんの性格って、まあ、変わらないでしょうからね。まあ、今や有頂天だと思いますが、女性セブンとかでいろいろ面白い話が上がっているので、また、まあ、かなり盛り上がってきましたがですね、まあ、どんどん動画を出していければいいかなと思います。じゃあ、以上です。それでは皆様、ご一緒に地下室、バイバイ。